では本日の映画お願いします。劇場版ラジエーションハウス。はいはい、まあ、あの本田翼が出てるから見たっていうのが基本ですけどね。基本、うん、まああのなんていうかな、すごくシリアスな話じゃないくて、はい、軽いラブ、うん、が入ってるけれど、まああの検査技師のね、はい、あの重要性っていうのが、はい、あの随所に、まあ、強調されてますね。はい、で本田翼はあの放射線医師なんでね、はい、医者の方なんだけど、はい、久保田正孝が、はい、技師なんだけど、はい、知識はあるかに、はい、久保田正孝のがあってね、はい、いろんなことを教えてくれるんだよね。はい、でその間にほのかなあの恋心みたいなのがあるような、はい、ないようなっていうのでずっと別にそれはでも全然そのストーリーと関係ないんだけどね。でも最後はあれだよね、はい、あのまあ本田翼が、はい、まあ、これ横浜にも出てるけれど、はい、あの出身のところの、はい、あの島に帰ったら、はい、あのなんか大災害が起こっちゃって、はい、それであのそこでなんか疫病みたいなのが起こって、うん、もう大変になっちゃったって話で、うんうん、でもそれをまあ最後ね、あの仲間がみんな救いに行くっていうそういうパターンですよ。横浜見て全く分かんないんですけど、うん、放射線科がなんでそんな救えるのかなって思っちゃったんですけど、それは解決できてるんですか？うん、一応ね。ああ、そうなんですね。うん、いや、まあ、別にあれ、放射線科じゃなくても関係ないと思ったけど。関係ないですか？ああ、そうなんだ。いや、あのね、あの、ちょっと関係あるのはね、うん、あれだよね、島に行っちゃったから、はい、旧式の、あの、レントゲンしかないと。あ、うん、旧式なレントゲンしかなくて、それをどのように使うかっていうのは、やっぱり、あの、レントゲン技師はすぐ詳しいから、このように使いなさい、このように使いなさいって、いろんな指示したりね。それで、なんか病気の、なんか、あの、やつを見つけるために、はい、あの普通はあのその幹部だけ写すでしょ、はい、他のところ写してくださいとか、はい、そういうのがあったけどね、はい、うん、それだけ、別にあれはあの放射線科じゃなくてもできるかな、と思いましたよ。関係ないですけど、高橋さんって人間ドックってどれぐらいのペースやってるんですか？1年に1遍、うん、この辺 の MR とか放射線系のやつもやってます。全部、うん、あれ苦手じゃないですか？え、なんか入るの、なんか狭いところに入ったりするの。あ、苦手だけど、うん、まあ時間がかけられてるかな。ずっとじゃないからね。あの、要は時間だけ、だから。はいはい、あ、そうですか、ね、うん。まあ多少我慢すりゃいいやぐらい。我慢っていうか、あれだよね。もう、私も慣れてるから、うん、あの入ったら寝ちゃうんだよ。そうなんです、ね、うん。ちょうどいい感じで眠って、眠ると、まあ、すごい長いっても10分ぐらいそこだからね。うん。だから全然、あの、MRI のやつで、この、すごく顔に近くなるやつっていうのは、はい、あの、まあ、大したことないよね。あ、そうです。うん。あと他はでっかいからね、はい。別に、あの、すごく空間が狭くなるわけではない。今まで何もないですか、検査。検査って何？なんか出たことないですか？あるよ。あ、あるんですか？私だって出まくりだよ。出まくりなんですか？うん。あの、なんか、たくさん出るよ。そうなんですね。うん、だから、その、たくさん出るんだけど、まあ、毎年やってるから、経年変化で、あ、これはもう、まあね、っていう感じで、あの、うん。あの、要注意は多いんだよね。多いんだけど、それがすごく、あの、悪化しなければ、別に、結果観察で終わる。結果終わるってことですね。そうです。うん。わかりました。ちょっと映画に戻って、じゃあ、星をお願いします。星 ?3 年後だね。3年後。うん、なかなか面白かった。そうなんですね。うん。あの、スリリングで。それで、田舎の島の風景もたくさん出るけどね。まあでもね、あの、ストーリーは謎解きは全くないから。うん。あの、なんとかな、原因もすぐ分かった。3.5 のうちの、本田翼が占める割合は、うん、だって本当はそれ3.5だよ。全部じゃないですか。